なんだよ全然関係ないもん。何作ってるんですか、新メニュー。やばえ、これ何、これかまぼこ。これ絶対メニューじゃないよね。絶対違う、まかない、今日のまかないだね。そうだよ、今日のまかない何ですか。お雑煮とおしるこ餅パーティーね。そう、餅パーティーね。今日どうでしたか、夜の方のお客さんは。夜の方はぼちぼちと、ぼちぼちと来てくれた。はい、あれ来た、500円のさ、晩酌セット来てる来てる来てる、うん、今2人。あら、あら、なんか見覚えのある人がいるぞ。いらっしゃい。同じような500円ですよ、と思って。どうですか、晩酌セットどうですか。宣伝してんな、宣伝してくださいね。さつきちゃん、いらっしゃい、晩酌セット。そうですね、豪華すぎる。あっこだよ、楽しみ。美味しそうでしょ。これね、俺が取ってるね、カニで作ったカニクリームコロッケ。すごい。で、コウタのとこから仕入れたカニ、しかも。わかる？俺が取って、うん、コウタが競り落として、また今度デンベイからコウタのとこから仕入れしたカニを使ったカニ。わかる？このなんつう、ちょっと余計高くなってんだから、ある意味一周回ってる、一周回ってる。あげてください、ありがとうございます。何来たん？バカでかいあんこ来たんだって。そう、ほんと30キロオーバーのめっちゃでかいんだけ。すごい、はい、でかすぎて、でかすぎて、今年一番のあんこ。すごい、ほら見ろこれ、上がる、やばくないこれ、やばい、やばいんだって。離れ、でっかー、カモンだって入らん、でかすぎて。やばいね、こうやってあげるかや。これこのままあげたら切れちゃうしさ、はい、あんこが、うわすごいでかい、あんこも必死。大丈夫？いや大丈夫だね、上げれる。若手が欲しい、若手が。私焼きたたずーだ、そこういう時。こんにちは、マイロ船長です。トップページのおすすめから来た方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ようこそ糸魚川へ。はじめまして。はじめまして、カフィジンです。カフィジンさん、いらっしゃい。あ、うまそう。いや、うまそうですね。あんこ、ぶり、ぶり、梅貝、エビときて、イクラとあん肝ですね。はい、
で大丈夫、噛んでるね。やめろお前、タモ高いんだよお前お前と同じくらいするんだよタモ。でかすぎてさ、モテんわこのあんこ。でっかでっかおぉ、でかくね、まあ、サオリ超でけえ、見て、ほら、うん、俺と比べてみてよこんなん俺今年一番ねえ。もう疲れたね。まだ仕事開始して5分も経ってねえのに、もうやだこいつ噛みついて。ねえ、いや起きたくないしね。すごい結構口の中入ってるね。奥まで行ってるもん。こうやって丸飲みするんだね。また飛んできて。やめてよ。しかも口の中の口に入ってる。あ、マジでそんな奥まで。飲み込んだなこいつ。何でも食べちゃうんだ本当に。ねえ怖いよ、でも噛まれたら絶対痛いよ。取れねえ。何してるんこいつ。怒った。いや口の奥に行ってる。重いし思い通りにいか飲んでっちゃった。あ、大丈夫だった。大丈夫だった。俺の玉は優秀だった。うん、やったね。ブンバボー。ちょっと海の中で洗いなよ玉。もう一回。あら、そう、どこにいるの。重すぎて。これでか、どこ置いとく。持てる。マイロさんでも持てない。どうしよう、サオリ持てねえわ。だって見てよこれ、尻尾めっちゃ太いもん。頑張れ。おもうタンクいっぱい。やりました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。美味しかった。美味しかったです。ありがとう。お腹いっぱい。こんにちは。はじめまして。はじめまして。超かっこいい登場じゃないですか。ようこそ糸魚川へ。はじめまして。はじめまして、カピジンです。カピジンさんいらっしゃい。これはボーダーバンクスですね。そうです。カピジンさんこちらです。両馬伝兵衛。いや、それでは失礼いたします。どうぞどうぞ。俺は多分カビジンさん結構長いんですけど、もう 2,3 年ぐらいになるんじゃないですか。もう2年を超えてますね。 YouTube のつながりで、お友達にならせていただいたカビジンさん、はい、お兄さん的存在でございます。いやいや、とんでもない。お兄さん。今日はね、あのカビジンさんに、はい、あの糸魚川の海の幸を食べさせたいなっていう、日本海で揉まれた荒波アンコと、はい、海鮮丼をちょっと食べさせて、喜んでもらいたいなと思います、はい、今日食べてきます。 ありがとうございます。10キロ以上のアンコウと、この日本海だと荒波アンコウって言うんですけど、で川の、ミネラルたっぷりの、豊富なのが流れてきて、アンコウがちょっとこうパッパッパッで、肝もでっかくなるし、甘みのある美味しいアンコウ。今年のアンコウ最高らしい。本当に全然食べれる。何食べれますか、アンコウ。初顔合わせなんだね。そう、もうじゃあ、どうぞ、また入って。ね、見てほら、生カピジンさん。そう、いい男だよね。いい男だよね。俺とどっちいい男。ね、無人島に連れて行くとしたら、カピジンさんと俺どっち連れて行く。あ、本当はな。なんで
今から無人島でも生きていけそう。いや無人さんも野生的だよ。ほら見てほら、もう迷彩服着てるもん、やる気満々ちゃん。あの車も一緒だったらカピソン。鍋だと土鍋で出てくるんですけど、これはあんこ汁です。もう冷えた体温めてください。本当にありがとうございます。いただきます。もうすごいいい匂いが、いい匂いします。すごい。じゃあサオリ持ってくれるかな。うわ来た来た来た、サオリ来た。うわあんこうの身とプルンプルンコラーゲン。これはうまそうだね。お客さんよりも先に食べようとしてるんだけど、いいかなサオリ。じゃあいただきましょう。いただきます。いやすっごい、おおめちゃくちゃプリプリで美味しい。はい、海鮮丼です。漁師の海鮮丼です。うめ、こちらサービスです。これ僕です。並べないで。こっちが漁師の海鮮丼で、こっちが漁師の海鮮丼です。違うわ。こっちが漁師の海鮮丼で、こっちがサービス海鮮丼です。こちらは平日限定のランチメニューとなっております。はい。りょうたくん、よだれ出てきたんじゃない？どう？うまそう？食べたい。でもいいね。お魚好きだったら嬉しいね。握りも美味しいよね。よっしゃ、これあん肝じゃないですか。うわー、うまそう。あん肝握ってやる。いや、うまそうですね。じゃあ、タイだ。タイ、ごめんなさい。こいつ、シマアジ、あんこ、ブリ。ブリ。で、梅貝、エビときて、イクラとあん肝ですね。はい、どうぞ、マイロ船長握りでございます。最高。見てる、こっちまでで笑顔が出る。嬉しい。いや嬉しいね、沙織ね。両馬伝兵衛糸魚川最高です。めっちゃくちゃうまい。ありがとうございます。みんな来てください。ほんとマジと、まあ、バイガイバイガイバイガイめちゃくちゃうまい。俺もバイガイで、これ煮てもいいし刺身もうまいですよ。焼いてもうまいしね。また味付けがいい。うん、めっちゃ美味しいです。私が言うのもなんだけど、あん肝いただきます。そのまま食べても美味しいですよ。うまい。めちゃくちゃ濃厚。濃厚じゃないですか。うん、それどうですか。うわ、綺麗に食べてくれたんですね。ありがとうございます。俺の大好きなりょうたくん。すっごい綺麗に食べてくれるじゃん。さっきから殻1個ずつ1個ずつポッケに入れてるの見てたよ。そんなことない。美味しいカニ。美味しい。マイロおじちゃんがカニ送ってあげるからね。はい、サオリ、はい、日本全国ね、はい、飛び回ってるジンさん、今日ありがとうございました。いや、ありがとうございます。カピジンチャンネルです。カピバラチャンネル。そうカピジンさん、カピジンさんって言うからさ。そうそうそう、カピバラ好きなんですか。いや、全然どっから来たんだろうなっていう。カピバラですね、お前。カピバラ好きなんだ。いや、娘が、自分が動物のカピバラおるでしょ。ぼーっと見とるやないですか、こうやって、うん、で逃げ足が速いでしょ。息の感じが。お湯とかもなんかボーッと使ってない。それが俺に似とるっつって。あ、それでカピバラさんなの。カピバラに似とる、カピバラに似とるって。じゃあもうカピバラチャンネルでいいや。うちの女房もカピバラのモノマネうまいんですよ。それ何それ。カピバラさん。やらされてる。
あ、なんか持ってきてくれた。カビディさん、なんか持ってきてくれた。はい、うわ、嬉しい嬉しい。どうぞ。うわ、ありがとうございます。カピバラチャンネル。あ、今日はですね、マイロ君のところに、というかね、初めてやってまいりまして、こちらの餃子でんべいさん、海鮮丼いただきまして、めちゃくちゃうまかったので、あんこう汁もね、最高にうまかったです。ごまのあれですよね。そうです、ごまベース。ごまベースと、あの、もう、プルプルで、明日は多分ね、お肌がね、皆さんも糸魚川来たらぜひ、両馬全米旅に行ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。バルコ、今日ありがとうございます。今日ありがとうございました。皆さんお待ちしております。またね、ゆっくりちょっと来て、そうですね、一回これから僕つばに帰りますので、帰って、まだ日にちがあるので、もし来れたらお願いしますので。糸魚川にもね、いいところがいっぱいあるんで、はい、石の名産地なんで、石もあるし、セメントの町なんですけど、あと美味しい魚がたくさんあるんで、まだまだ食べてもらいたい魚いっぱいあるんで、よろしくお願いします。はい、それでは今日はね、これで終わりでございますので、またよかったらマイロ君のチャンネル登録の方も皆さんよろしくお願いしておきます。マイロ君のリスナーさん、あのカピバラチャンネルもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。カピーカピー。ジンさん、動く家じゃないですか。家ですね。動く家、いいな。子供が娘と嫁さん寝て、で、僕この上、一人で。あ、何、上でも寝れるんですか。はい、バンクベッド、はい、バンクベッドっていうんですか。そうです、そうです。で、後ろが、あの、ユートが下に、あ、一人で。あ、エアコンまでついてる。こんな感じ。うわ、かっこいい。うわー、こう、前も広くていいですね。よく見えますね。見やすいです。運転はしやすいですね。ありがとう。いいね。かっこいいね。キャンピングカー欲しくなっちゃった。うん、私も乗りたいの。1300万ぐらいするらしいよ。オレンジより高いねか。え？見て、あ、でも見えてる、ほら、オレンジの、オレンジ、オレンジレンジ。え？いや、いや、喜んでもらってよかったね。よかった。うん。ね、少しでもね、店に来てくれる人が増えればなっていう。よろしくお願いします。もうキャンピングカー乗りさん、お待ちしておりますよ。今日の動画見た人もお待ちしておりますよ。っていうことでね、今日はこの辺で。See you. See you.ワンちゃん、ワンちゃん、おーい。かわいいかわいい。超かわいいじゃん。すげえかっこいい。キャンピングカー。